ユリアン・バイグルはドイツ・バイエルン州出身のサッカー選手。プリメーラリーが SL ベンフィカ所属。ドイツ代表。ポジションはミッドフィールダー。1860ミュンヘンのユース出身の選手で2013から14年シーズンにプロデビューし、2014から15年にはボランチとしてレギュラーに定着。無名の選手だったが才能が評価されて2015から16年から。 ボルシアドルトムントに完全移籍することが発表された。川崎フロンターレとの親善試合やプレーシーズンで存在感を示し、開幕戦のボルシアメンヒエングラートバフハ戦でアンカーとして先発をした。リーグ戦では1年目ながらパスセンスが評価され、4から3から3のアンカーとしてレギュラーに定着した。2016年10月19日の欧州 CL 第3節の スポルティング CP 戦でプロ初得点を決めた。2019年12月31日、SL ベンフィカへの移籍が発表された。各年代のドイツ代表としてプレーしている。2014年には、ドイツ U-19 代表の一員として U-19、19ユーロ優勝に貢献した。2015年9月には、ホルストル・ベッシュが監督を務める U-21、21 ドイツ代表に招集された。2016年5月17日、UEFA ユーロ2016に挑むドイツ代表の広報メンバーに初招集され、同年5月29日に行われた、スロバキア代表との国際親善試合でデビュー。同年5月31日に本大会の23人の登録メンバーに選出された。ありがとうございます。